ハイハットは主にリズムを刻むときに使う2枚組のシンバルです。リズムを叩くときはこのように右手が上になる構えが基本です。ハイハットの叩き方は大きく分けて2つあります。1つはライドシンバルと同様に半径の真ん中あたりを上から叩く奏法です。 もう一つは、エッジと呼ばれる端の部分をスティックのショルダーで叩く奏法です。ここでは、ペダルを踏み込んだ状態でエッジを叩き、力強く刻んでみましょう。